優勝すればね、はい、可能性出てくる。そうですよね。そうです、その通りです。あのラブレもね、はい、まだ可能性ある。はい、そうですよね。残り試合ね、全勝すればいいんだよ。はい、本当だよ。そうですよね。その気持ちで、まあ、皆さんも熱く応援して。可能性はね、はい、無限にある。無限にあります。あとそれがね、はい、できると思うかできないと思うかだけなんだよ。そうです、その通りです。皆さん、その気持ちを持って応援しないといけないんですよね。そうそうそう、はい、だからね、はい、応援が足りないのかな。そういうことかな。あ、諦めてる雰囲気あるよね。そうですよね。今のだから22勝すればいけるよって言った時に、はい、わーみたいな他人事みたいになっちゃいますよね。わーみたいな、なんかおかしいな、わーとかじゃないんですよ。いけますからね、皆さんね。ちょっとじゃあちょっと聞いてみる。はい、あ、お願いします。あと、はい、こういう裏返っちゃったけど22勝して、はい、勝てるっていう人信じるものは救われる。そうですよね、そういうことですよね。信じていきましょう、今日も。さあ、ということでちょっと笹崎さんのお時間が迫ってまいりまして、今日は笹崎さんファーストピッチセレモニーのキャッチャー役で登場されるんですよね。はい、はい、皆さんぜひ楽しみにしていてください。では最後にぜひ一言笹崎さんからメッセージをお願いします。そうですね、はい、あの今日もね、いろんなイベントあると思いますけども、はい、ぜひまあ楽しんでいってもらってですね、はい、一日ね、マリンスタジアムで本当にね、はい、楽しんでいってもらいたいなと思います。はい、ということで、もうもっともっとお話を伺いたいところですが、以上をもちまして、パーソルデイの、ステージのトークショーの方は終了となります。改めまして、加藤崎智也さん、どうもありがとうございました。参りました。皆さんもありがとうございました。